はい、皆さんこんばんは、アバンチュールです。プロジェクトゾンボイド、前回の続きからやっていきます。今回はこちらの高層マンションをね、攻略していこうと思います。マーチリッチ最大の建物ですね。まあ高層マンションと言いつつ4階建てだからそんなに、高い建物でもないんだけど、まあ敷地面積的には結構大きい建物ですね。部屋数もそれなりにあるんじゃないかなと思います。で、以前読んだメモ付き地図の影響でね、この建物の中が銃とか食料とかいっぱい詰まっててかなり美味しい感じになってると思うんで、今回の攻略が終わり次第ね、その辺も確認していけたらなと思います。で、周辺にゾンビがちょこっといるので、まあ、そいつらを片付けてから軽く片付けてから、中の攻略をしていきましょうかね。なんですけど、おい、くっそめんどくさいわこれ。うわ、これ外のゾンビ寄ってきちゃうよね。中のゾンビも暴れちゃうし、くっそめんどくさいわ。なんで中にゾンビいたよね。そいつらには反応しなくて俺が入った時だけ反応すんの？ちょっと理不尽じゃありゃせんか。ゾンボイドさんよ。てか、なんなら、つま先ちょっと入っただけだったしね、今の。今のでダメだったらさ、誰もマンション入れないじゃん。ゴミ収集の時とかどうすんの？しょうがない。寄ってきたゾンビたちを片付けないといけないんで、もう少し、掃討を続けて、ゾンビがいなくなったのを確認してから、入りましょうかね。いやー、こないだ、殲滅作戦でゾンビ片付けといてよかったな、本当に。片付けてなかったら、そこら中のゾンビが寄ってきて大変なことになってましたからね、今頃。それじゃあしばらくカットでお願いします。そろそろ大丈夫そうなんで中に入りましょう。中は薄暗くてゾンビも結構いるかもしれないんで集中していこうか。ちょっとさっきの騒ぎで体力使っちゃったから休憩していこうかね。あ、そうそう、言い忘れてたけど、今回はこの建物をシンプルに攻略して終わりって感じにしようと思うんで、ほぼほぼ垂れ流しみたいな感じになっちゃうかもしれんけど、まあその辺は多めに見てね。ここは何回も言ってるけど、部屋数がとにかく多いんで、攻略するにもかなり労力使うと思うんでね。まあ面白いアイテムとか、面白い発見があったら、まあ、その都度シャチャを入れる感じで、コメントを入れる感じでね、進めていこうかなと。で、静かに攻略してもいいんですけど、まあ一部屋一部屋ね、丁寧に攻略していってもいいんですけど、呼びかけを使ってね、ゾンビをおびき出しながら、攻略していった方が、かえって安全かなとも思うんで、まあその方向で進めていきましょうかね。こういう部屋数が多い建物は、呼びかけを使って、ゾンビがいないことをね、その部屋にゾンビがいないことを確認しながら、進めていくのが、安全なんじゃないかなと。あれ？ちょっと待って、今。あ、出たー！スレハンある？皆さん出ました。スレッジハンマー。今の今まで探し続けたスレハンが、いきなり見つかってしまいましたよ。神？おっと、仏様。ありがてー。ありがとう、プロジェクトゾンボイド。これで建築の幅が飛躍的に広がりますね。嬉しい。このスレッジハンマーがね、どういうアイテムなのかっていうのは、また使うときに詳しく説明しようと思うんですけど、まあ、このゲームでもね、1位2位を争うぐらいに重要なアイテムだったりするんで、これが見つかったのは本当に嬉しいですね。まあ、この辺のアイテムの回収は、攻略終わってからやろうと思うんで、まずはこの建物を攻略しちゃいましょうか。よし、1階は全部確認したかな。じゃあ次は2階に行きましょう。なんか建物入ってすぐは騒がしかったけど、急にゾンビがいなくなって静かになっちゃいましたね。もうちょっとゾンビ出てきてくれないと張り合いがないんだが、上の階にはもうちょっとゾンビいるだろうか。いや、2階もゾンビいないですね。なんか少ないとかそういうレベルじゃなくて1匹もいないから困っちゃうんだよな。これだと喋ることがないぞ。喋ることがなくて困っちゃうよ。もうこの斬新な間取りについて話すぐらいしかないね。
すごくない？この部屋割り。改めて見ると、なかなかないよこんなの。四隅に部屋があって、中央にキッチンと食卓がありますよ。ああ、でもアメリカの大きい部屋だとこんな感じなのかな。アメリカは何でもビッグだからね。これが普通なのかもしれんね。でもバスルームが2つもあるのは普通にすごいよな。大家族に合わせた設計なんでしょうかね。でもどうせバスルーム2つも作るんだったら、トイレと風呂は分けた方が良かったんじゃないかな。絶対臭いでしょこんなん。これから新生活を始める予定のある方はね、絶対に風呂とトイレは分けることをお勧めしますよ。匂いがこもってお風呂どころじゃないんでね、本当に。風呂とトイレは絶対に分けるようにしましょうね。俺マジでそれで部屋選びでやらかしたからね。もう当時は消臭剤焚きまくってね、なんとかごまかしごまかしで暮らしてたけど、それでもきつかったからね。これはマジで何回でも言います。お風呂とトイレは分けましょう。別部屋にしましょう。部屋選びはね、もういろんな条件を考慮して慎重に選ぶようにしましょうね。俺何の話してんだろう、ゲームしながら。ゾンビも一向に出てこないしさ、さっさと残りの部屋確認しちゃってアイテム漁ろっかね。よし、これで、全部の部屋確認完了ですね。結局ゾンビは一匹も出てきませんでした。1階にいたゾンビももしかしたら外にいたゾンビが中に入ってきただけだったのかもしれませんね。じゃあとりあえず1階に戻りましょうか。今回でね、アイテム回収までしようかなと思ってたんですけど、そこまでやると多分3日か4日ぐらいかかると思うんで、ゲーム内時間でね、アイテム回収は次回に回すことにしました。攻略の最初の方でね、ちょろっとアイテムの確認をしたと思うんですけど、お部屋のアイテムをね、確認したと思うんですけど、この建物は全部の部屋があんな感じになってるんでね、とても1日や2日では効かんと思うので、次回に回そうかなと思います。で、代わりといってはなんですが、階段があるところにね、今降りてきた階段があるところに、無敵壁を作って、2階を安全な環境にして今回は終わろうかなと思います。以前紹介したコンポスターと窓枠を組み合わせた無敵壁を作って、ゾンビの侵入は遮断しつつ、こっちは自由に出入りできるっていう感じの構造を作ろうってわけですね。で、そのために階段が邪魔なんでね、これは思い切って壊しちゃいましょう。スレッジハンマーを手に持っているとこんな感じで、オブジェクトを丸ごと撤去することができます。自分で作ったオブジェクトだろうが、元からあったオブジェクトだろうが、お構いなしに、消し飛ばすことができるんですね。このオブジェクトを破壊できるっていう、のがめちゃめちゃ強くて、これがあるのとないのとでは建築の自由度がめちゃめちゃ変わるんでね、スレハンはぜひとも1本は手に入れておきたいですね。それでこれからやることは以前やったことの繰り返しみたいな感じなんで、作業風景はカットしてね、最終的にこんな感じになりましたよっていうのを見せる感じでいきたいと思います。それではしばらく作業を進めようと思います。ここにフェンス立てて、ロープを垂らせばいいかな。これで2階から1階へ、1階から2階へって感じで自由に上り下りできる構造ができました。あとはコンテナを置いてゾンビの誘導路を作れば終わりですかね。あとコンテナとコンポスターを保護するためのフェンスも立てないといけないんですけど、釘が足りてないんでね、それ取ってきてから作ろうかなと思います。で、階段部屋がねもう一個あるんで、そっちも同じように作りたいと思います。ここの床を1枚剥がして、フェンス立てて、ロープ垂らして、よし、これで作業完了ですかね。これで2階から上は完全に安全になったんじゃないかなと思います。1階部分はね、全く加工してないに等しいので安全ではないんですが、1階まで安全にしようとすると時間がいくらあっても足りないんでね、こういう形を取りました。まあ2階建ての建物であれば大抵の建物で同じ方法で安全化ができるので、皆さんもぜひ真似してみてください。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。建物が大きい割にゾンビ全然いなくて拍子抜けでしたけど、今回はね、マーチリッジの高層マンションを攻略してみるという回でした。
アイテム回収は6課外でやっておくんで、次回でお披露目できればなと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。